グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。横浜市は諌まって雑草対策増援工事石張動画施工令。広いお庭ですね。お客様どんなご相談があったんですか？はい、今ここのお庭が草だらけに、夏の間なっちゃって、膝の高さぐらいまで、草が生えてきちゃったということで、その雑草対策のご相談をいただきました。あ、そうなんですね。うちのホームページに雑草対策の事例がたくさん出ているので、はい、それをホームページでご覧になって、でお問い合わせをいただきました。これは石を張っているところですね。はい、でもここの場所も草だらけですごい草がもう生えちゃったらしくって、もう草が生えないように、石を張り詰めてしまおうということで、はい、まあ、鉄平石という石なんですけれども、うん、ランバリ、というこのパズルのような、うん、まあ、石張りを今ちょうどして草が生えないようにしてます、うん、細かな作業ですね。奥の方で職人さん張っているところ、四角い穴が開いていますが、で鎖が見えますよね、はい、どの部分でしょう。この垂れ下がってる金物が縦取りなんですよ。はい、玄関のこのちょうど入り口のところなんですけどもね、はい、今その職人さんが乗ってるところが玄関の玄関、ポーチの部分なんですけども、うん、そこの脇に縦取りの雨どいが落ちている、その排水の受け皿の受け口の部分がこの四角いところなんです。なるほど。でこれを石張りでずっと囲ってきれいにお化粧して、うん、まあ純和風のお宅なんでね、はい、すき家作りの立派なお宅なんで、細かいこういうところも気を使って、仕上げているという、そういうお宅です。まあ、こんな感じで、どんなところでも石張れますからね。はい、で今一番奥のところに、玄関のところ見えてると思うんですが、はい、あそこの下の部分を張ってました。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。雑草対策の施工事例がたくさん紹介されていますので、ホームページをぜひ見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。